サイン馬券で宝塚記念を当てよう。オッケー。今回は宝塚記念。はい。G1 はもうちょっとやっぱ G1 こそサイン馬券。なるほどなるほど。まあちょっとなんかバイトとかでこういろんな会社行ったりとかも、うん、はい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 。ですけど、うん、その今日来週こう行くとバーって出てきて、うん、なんかまあもう結構その会社で行こう行くとかそこ行こう行ってくださいみたいな。うんうん、レオパレス21って書いてて、ほう。レオパレスって21ってついたんやっていう。あ、そうやっけ。センチュリー21のイメージじゃないんだけど。そうやな。あ、レオパレス21なんや。おうおうおう、なんとなく、うん、ほう、あ、21ついてるやんって、うん、ファって見たら、ジャスティン・パレス。これパレスは決まりやなと思って。そうやな。引っかかったから。レオパレスと、そう、ジャスティン・パレスで。21。おう。21どうしようかな。うん。今日21日やねん、しか今日。ほんまや。今日6月21日。めっちゃ21やん。うん。で今日大谷翔平くん、うん、ホームラン21号。おお、めっちゃ21やんと思って。そうなったらレオパレスの21はいらんな。いやでもまあそこきっかけで、まあそうか。21が気になりだしたから。そうやな。21やんって思って。おうおう。で、そのだからレオジャスティンパレスが2なのよ。うん。1、シュトルーベ。ほう。だから21、21の。まあその2と1は買うんで。うん。まあ、10人も買いたいなっていう。うん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 。なって、うん、で、この、今、まあ、これ、吉本のね、この会議室とかで。はいはい。この、マジで。その人の、うん、この、何番っていうのがあるんですか。はい。ここ10人。おぉーいいかなと思って。うん。僕結構ずっと見てたドラマが、うん。アンチヒーローっていうあの。おぉ、はい、知ってる知ってる。はい。おもろくてハマってたんですけど、うん。考察とかも結構バーってあって。うんうんうん。キャラクターに色入ってる人がおるのよ。名前とかに赤峰とか。ああ、なるほど、なるほど。その、緑川さんとか。はい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 。ヒーローやから。うん。で、ヒーローで、名前に色がついてるってことは、全員味方やね、これ。はー。っていう。で、こう、だから、この、アンチヒーローが終わったから、この、色入ってるやつ。なるほどね。味方、お探しとか。俺の。うん。見事にこの、うん。入ってんのが、うん。ルージュ。ルージュって色なの？ルージュは調べたらフランス語で赤って書いてある。あ、そうなんや。で、迷うんですけど、この一番、シュトルーベの朱。朱色の。はい、でもこれはもう朱色の朱ってこと、はい、これを狙いたいなと。うんうん。はい。うん、ね、この間ね、まあ芸人は結構知ってると思うんですけど、はい、火の川っていうお店があるんですよ。あ、はい。美味しいご飯、もともとダウンタウンさんがごっつええ感じの、はい、キャシー塚本の元ネタになったママがいる、モデルだったと言われてる、はい、ママがいてる名物ママがいてるお店があるんですけど、めちゃくちゃ美味しいと思う、美味しいと思う、はい、そのママから住所教えてくれって言われて、急にな、おまあはい分かりましたって言って送ったの、ね、なら何日後かに宅配便届いてる、おで開けたらあの娘の服、お子供服を送ってくれてたけど、なんていうの、子供まあそういうグッズと、あと子供の服一着入ってるけど、その服が3歳やで、うちの娘一覧の T シャツやってどこで買うの、その一覧の T シャツ。すげえ嬉しいしありがたいんだけど、一覧の T シャツ買うかな、3歳の娘に。ほんまに、味集中カウンターみたいに、周りにんとこ受かったんじゃん、もう。せやの。いや、それがすごい、かね、面白くて。どこで買ったんやってどこで買ったんだろう、あ、それがすごい面白くて。で、一覧のカウンターも、正直競馬の、はい、あーまあ、ゲート。ぽいやん、ゲートっぽい。確かに。うん。で、一覧。色赤ですよね。ほう、おう。一覧といえば赤。うん。ね。赤と緑なんですよ。はい。うん。なので、はい、私は、ベラジオオペラ。この3番の枠。赤の枠。と、ごめんなさい。ソウルオリオンス。オリエンス。オリエンス。が来たらいいなっていうか、そんな感じで、僕は赤と緑の。あ、でも空手が来たらでかい。そう。あ、でも、今の人気やったら、空手の方が人気ない。私はこの赤と緑の、なるほど。あの、なんていうの、枠連って言うんですか。はいはい。枠連。を買いたいと思います。これつきますよ。
しみに、楽しみに、はい、またじゃあ会いましょう、日曜日ね、よろしくお願いします、お願いします。